ちょっと難しいので、えー、小さいお子さんはもうここはやらなくて構いません。高校生以上、もしくはお仕事をやってビジネス、あるいは教育の、i c とか、それから徒歩、e、とか、そういうテストを受けるような、そういう人向けです。じゃあ、えっと、昨のの続きなんですけど、AI の回答をここ今読んできますね。日本語の回答を読みますんで、英語の回答の方も後でありますから。 の利あ一緒にいきます。ワン、ツ e スリ o ワード・ e シーブの利用規約によると、ユーザーはサービスの助けを借りて作成したすべてのアートワークを所有し、関連する著作権及びその他の知的財産権を含む,含む、ただし、ユーザーはサービスの、これ英語で見たんですけど、含むって書いてあったんで、どう考えたらいいかと思ったんですけれども、この、 やっぱり AI もなんかよくわかんなかったんで、含むしか書いてませんね。やっぱり意味がわからなかったんですね。これ多分ね、知的第三権を所有できるっていう意味で書いてあったんだと思うんですよ。でもこういうふうにね、微妙な表現を使うんです。こういう契約とかそういうものに関しては。だから、えー、っと、自分が本当にそれを理解してるかっていうのはなかなかね、自分でも判断できないんで、こうやって AI にやってもらうと、あ、やっぱりここは、えー、っと、なんかグレーゾーンなんだなっていうことがわかるんですよ。こういうふうにね。 ただし、ユーザーはサービスの使用とともに、創造的な表現を提供する必要があります。これね、えっと、ここもなんか分かんなかったんです。でもやっぱり AI でも分かってないみたいですね。これね、これ多分、それで分かったことは、逆に分かったことは、この創造的な表現を提供するってありますけど、これ逆に創造的な表現を AI の、あの画像生成 AI の方から提供されてるんじゃないかって思いますが、実はその前に、 えっと、プロンプトっていうあの、えー、単語とかそういうものを入れたりからそれからあと工夫して画像を自分でアッ,アップロードしてこれに似たのを作ってくれみたいにでそういう創造的な表現を提供する必要がありますっていうそういう意味で言ったんですねこれはねですから、えっと、私たちがその使っている自分がアップロードしたものこれはあのもしかしたらあなたの著作権が入っているものかもしれないけどそれを私たちに提供することになりますよっていう 言い方でこれ書いてるんですね、多分ね。ということが分かります。ですから、AI にやってもらうと、AI があのきちんとやってくれない場合にあ、なるほど、この文章はみんなきちんとあの理解できてないんだなということが分かるんです。えー、これには、せの、これにはサービスが提供するツールを使用して、プロンプトを作成したり、ユーザーの入力を選択したりすることが含まれます。あこういうことね。 つまりあなたの情報を提供することになりますよという意味ですよ、これは、ねはい。商用利用に,はについては、WoodoAPI を利用して使用して作成した任意の画像は利用規約に従っている限り、商用目的で使用できるようです。ただ、ただし、あなたが無料の w o o d o s アカウントを持っていると言及していましたが、無料だからね、無料アカウントに同じルールが適用されるかどうかは明確でありません。これ、有料で、 つまり、商用利用目的で,使,ことができ使用することができるということは、ここで書いてあるけど、無料ではどうかということは書いてないということですよね。有料であの使えるんだから、無料だったら当然使えるでしょう。でも、そのことは言及してないんです。つまり、グレーゾーンなんです、ここは。この問題については、Woodo に直接問い合わせで確認することをお勧めします。なるほどね。本当はそれが必要ですよね。この情報は年 4月6日時点の利用規約に基づいていてますやっぱり今2024年なので、えっとえー、これだいぶ前2年前になりますよね。だからもう今はどうなってるかわからないということですね。彼らはいつでもこれらの利用規約を変更、または置き換える権利を保留しています。 これ多分このさっきの利用規約のどっかに2022年現時点でって書いてあったんだと思います。だからこういうふうに書いてあるわけですけど、つまりそこら辺のところ私たちは見落とすんですよね。だから、あ、じゃあこれちょっと前のことだから今は変わったかもしれないっていうふうにやっぱりかあの確認することが必要です。従って最新の利用規約を常に確認することが良い考えですと言いますね。じゃあ英語を読んでいきましょう。英語の勉強なんでいきます。 according to the terms of service, vudu's we'll users own all artworks created by them with the assistance of the service, including all related copyrights and other intellectual property rights. however, it's important to note that users must contribute creative expression in conjunction with. The use of the service such as in creating or selecting prompts or user inputs to use with the tools offered by the service これここら辺で一文切って次の文章でこっち日本語で言ってましたけれどもあのやっぱさすが AI すごいですねえっとこれ一文で全部言っちゃってますけど途中で切った方が日本語としてはいいですよね For commercial use, it seems that any image created using the Wudu, Wudu uh, API can be used for commercial purposes as long as it follows their terms of service. De However, you mentioned that you have a free voodoo Seven account, and it's not clear. Whether the same rules apply to free accounts, I would recommend reaching out to Wodu directly for a clar clarification on this matter. Please remember that this information is based on the terms of service as of April 6, 2022, and they reserve the right to modify or replace these terms at any time. Therefore, it's always a good idea to check the latest terms of service. でもね、これが latest terms of service だったんですよ。だからまあ、それ以降は変わってないっていうことをまあ、案にこれは示唆していますよね。